おはようございます。今ご覧いただいているのは地層さんの家計総フーズです。地層で、ね、染めた夏物、この間の大阪名古屋の方のために染めました。それがおはようございます。それがまだね、このように、この藍白と白茶と紫と3段残っていますよ。こちら来週からの展示会ですね。どうぞお店の方、神楽坂のお店の方でやっていますのでいらしてください。4月の1日からはいよいよ花房夏物のオープンです。今日はね、いつもみたいにわーって商品紹介、しませんっていうのがね、もう100単200単近いので、ちょっと15分でそれをやるのはもう無理だと思っているので、どういうものがあるのかね、ざっとこう触り程度のことをご紹介したいと思います。まず花房の洗える夏物、生地の種類は3種類。一つはこの変わりタテロという生地ですね。これは、まあ、ご覧のようにタテロです。縦の路目があって、それがランダムな感じのなので変わりタテロ。これは、着物にすると6、7、8、9と4ヶ月着ることができます。まあ、とてもね、一番人気が高い商品ですね。そしてその他には、夏紬というのがございます。この夏紬、まあね、これね、紬ってつけちゃったんだけれども、まあこれうち昔から夏紬って言ってたんで、まあそれを踏襲してしまったんですけど、まあ横の路目も縦の路目も入っていない商品になります。なのでもう私のボキャブラリーではこう夏紬しか出なかった。なので夏紬と名付けました。これも6、7、8軸と4ヶ月着ることができます。そしてご存知のこの皆様ご存知のロウですね。ただこのロウは、ロウって言ってもね、コマロとかいろいろな種類のロウがあります。うちで使っているのはこのロウチリメンという生地です。このロウチリメンという生地は、6月の半ばぐらいから9月の半ばぐらいまで着ることができますね。まあ、夏のその正式なお召し物といったこのロウになるかと思います。なので、ちょっとね、レプロチリメンポコポコっとしてるだけに少し期間が長く着られるのも特徴です。はい。それでじゃあどういうものを染めたのかっていうとね、じゃあまず変わりたてろ、変わりたてろで染めているのが、まあ、こういうこのね、変わりたてろをね、コート、雨コートにすると4月から10月まで着れる生地になります。 4,5,6,7,8,9,10 って7ヶ月間結構長く着られます。なので、ちょっとね、コートになったら素敵なんじゃないっていうのを意識したようなものを多く染めています。これは雪はねとか、例えばこういうこれを雨粒に見立てて、どうぞこの水玉で、もちろんその着物にしたらさっき言った季節着られるけれど、コートにして、やっぱ一番上に着るコートはね、洗えると便利ですからね、こういうコートだったりとか、はい、こういうのをコートにしてもいいよねって思います。こういうコートだったりね、やっぱり10月まで着られるっていうことを少し意識したものを選ぶといいと思います。それ これこんなのでね、コート作ったのすっごいぐいしゃれたコートができると思いますよ。こういうのを夏紬とか変わりたてろで用意しています。そしてそのまあね、変わりたあとは飛び柄でね用意をしています。そのお茶の方はやっぱりロウ選んだりすることが多いのかな。でもまあ、ロウですと正式なお席にも着れますからね。これでもお呼ばれ程度であれば何の問題もなく着ることができると思います。お稽古だったらやっぱり長く着れる方がね嬉しいじゃないですか。こうちょっと悩ましい端境期みたいな時にあるお茶会もありますからね。こういう飛び柄、そういった時にもいろいろこう格が高く、帯次第で格が高く着られるようないつものね、飛び柄もたくさん染めてあります。この爽やかな感じを意識した夏にふさわしいようなお色目染めていますね。あとまあこういうようなサギソウといってね、季節の題材ですよね。こういう季節の題材、その季節に着るっていうのもとてもおしゃれだと思います。普通はね、春とか秋とかにこだわってしまってなかなか季節を着るってことは難しい。
で、さっきの飛び殻もそうですし、あとはこういうぼかしの手ぼかしのシリーズですね。手ぼかしのシリーズというのもご用意しています。これも夏のその時期には、まあ、帯次第でいろいろ汎用性が取れていくので、これはおかみさんとおそろ の、 あのしけ引きですね。汎用性が取れていくのでね、まあ、1枚洗える着物をもっとこうかなっていうんだったら、この汎用性があるようなもの、着用範囲が広いようなものっていうのはおすすめしています。最初の洗える着物としてはいいじゃないですかって、このこういうね、無地感覚で着られていくようなものっていうのがいいかなと思います。あ、お値段をね言ってませんでしたね。だいたい11万から12万です。これは多少染め方によってお値段違いますけれども、これは、仕立て代も一式当ても、消費税もみんな込みのお値段です。なのでこういうようなほわーんとした手ぼかしだったりとか、まあ、いろいろね、着る期間が長くて使いやすいだろうなというものを選んでいます。こういうのね、これも人気高いね。これはもうこれ一点になっちゃったのか。今ご紹介するのはね、ほとんどが全部一点ものです。だからあの時のあれっていうのはなし。よくね、古いこう YouTube とかを見ていただいて、これまでありますかって、もうほとんどその部分絶対にない。で、それとあとはそのやっぱり夏紬や変わりたて色、少し色に比べてカジュアルなので、カジュアルな稽古着にふさわしいようなものも用意していますよ。やっぱり夏ならではのね、こういうこうちょっと自然のナチュラルな感じの、お召し物なんかも私は好きです。大好きです。こういうね、こういうこれね、反物で見ると大胆だな、だけれどもこれ着てしまって帯をするととてもいい感じのものになると思います。こういうね、ちょっとカジュアルなものも用意しています。千鳥さん出してください。忘れちゃった、緑の千鳥さん。それとこれ、私ねこれ大好きなの、青紫に白のこの、唐草がねたくさんありますね。それとかこういう秋草柄のものも、こういうねカジュアルなもの、やっぱり夏ならではかなと思いますね。その夏ならではのこうちょっと開放的なね、雰囲気の中で着ていただいたら素敵なんじゃないかなと思います。あと今ちょっと私大好きで出しとくの忘れちゃったんで、スタッフに頼んだこれ、千鳥さん、波に千鳥ね、夏ならでは の、 あの風景が描かれて、これもやっぱりカジュアルだと思いますよ。カジュアルの着方だと思うけれども、ちょっと街歩きだったりとか、そういった時には素敵だと思います。それとちょっとね、番外的にこういうのも用意してありますよ。これは向かい鶴、このひし形の中に鶴さんが入っています。この鶴さん、そう、これだったらね、お茶の方とか少し高く着られると思いますよ。それとかこれ格が高いわけじゃないんだけれども、こういうのも今回ご用意しています。あられの中にひし形になったりとかね、結構、まあ、これは格が高くも低くも着られる。やっぱりね、みんな夏はっていうか、もちろん絹も着る、木綿も着る、紡ぎも着る、その中の洗える着物っていうのは一つだと思うのでね、とってもこのうちをいろいろな場面で買ってくださる方もすぐそれは嬉しいんだけれども、皆さんそういういろんな場面で使う時の一つなので、私はあんまりシャレ風にこだわるよりも少し汎用性というものを考えてね、ものづくりをしています。いろんな意味で着られる、趣味性にあんまり凝らないような感じの洗える着物でいたいなと思っています。最後にこの、炉ですね、この炉ちりめんに染めてあります。この炉に関してだけ言えば、やっぱりね、炉を選ぶ方っていうのはこの正式な場面を想定される方が多いのですね、うちのお客様の場合。だから炉は結構あんまり、カジュアルなものはごめんなさい、染めてないんです。少しこう上等と言ったら、あれ、物が高いとか高価とかいう意味じゃないですよ。上等の格のところに着ていけるようなものというのを中心に染めています。こういう飛び柄だったりとか、
あ、ごめんなさい、うん、まあれも飛び柄か、野毛と切り箔ね、ああいう感じだったりとか、こういうね飛び柄だったりとか、そうこんな感じの飛び柄だったり、あとは手ぼかし、手ぼかしも多く染めています。これはあのもう一回申し上げると、ローチリメンなので、7、8というよりも6月の半ばから9月の半ばぐらいまでは着ていいです。あのもともと着ていいのでね、うん、あのそれでこんだけ暑いでしょう、だから本当に9月の終わりぐらいまで着てていいんじゃないかななんて思いますけれどもね、そっか、こういう江戸小紋風のね、こんなのも私すごく洒落てて、あの自分がもうそろそろこういう母が着てたようなのを着る年になってきたというか、年だけで言ったらあの頃の母よりももう上行っちゃってんだけどね、還暦超えちゃってんだからね、あのなってきましたね。でもまあもそろそろこういうのを着ようかなと思っています、うん、はい。今回 の, あのクーポンはね、5000円オフクーポンというのをつけます、こちらこちらが11万円 の, あの消費税も、仕立て代も意識やってもみんな込みで11万円のお値段ついています。それはが5000円オフだから10万5000円になるのね。で例えばこれなんかは12万がついています。それ11万5000円になる。 で2本買ったらもちろん5000円オフ、5000円オフだから1万円のオフという形になりますね。まあこの機会にね、そのじゃあコートと、うん、コートと着物と1枚ずつなんていうのも歓迎です。はい、ただね、私おかみさん来週ちょっとあんまりいないんですよ。2日の午前中とあと4日と5日がねいないんですね。だからまあ、もちろんスタッフちゃんといますから、ただおかみさんに見立ててほしいよっていう方、月曜日とか水曜日とか土曜日とかに来ていただけるととても嬉しいと思います。はい、じゃあ今日はご覧くださいましてありがとうございました。夏物たくさん揃えまして皆様のお越しをお待ちしております。はい、じゃあね、バイバイ。